え、やばくね AI 早くねやべやべめっちゃ早いんだけど。はい、こんにちは、ふやですくね。 R ファクターやっていきたいと思います。 R ファクター2ですね。久々の R ファクター、めちゃくちゃアップデートがあって、かれこれ10分ぐらいアップデート、あー来た、10分ぐらいアップデートしてたんでね。さあやっていこう。何が変わったのか、まあいろいろ変わったけどね、まああえてここはちょっと、あ、なんかストアなんていうのが前からありましたか、これローディングストア、おーおーおーおお、なんかいろいろあるじゃないですか、いろいろあるじゃないですか。 GT3 パックだの、はい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 、まあいろいろありますと。トラックもいろいろありますと、はい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 、セブリングですね、ほう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 、すごいね、綺麗になったよね。まずグラフィックがね、めちゃめちゃ綺麗になってはいるし、こんなね買いやすくもなって落ちにくくもなったのかなまたフェルスタッペン切れさせるっていうね。992のカップカーが新しくなっているみたいなので、その他もなんかいろいろアップデートがありました。そしてね、オンラインがね新しくなりましたということで、サーバーがね、レンタルサーバーみたいなのがねできるようになって、1時間にいくらみたいな感じでね、サーバーが建てられるようになりましたということですね。オリジナルサーバーみたいなのが建てられますみたいなね話みたいですよ。マルチプレイがね、いよいよアーリーレーシングに近くなったのかと思いきや、まあちょっとどうだか分かんないっていうねことなんで、まずはポルシェえ992 あれ992のカップカーがえ売っているのでありますか。あ、これね、これ買えってか、はいはいはい、買います買います買いますよ。買っていこうではないか。意外と高い、810円もするわ。ここで買えるんですか、ここで買えるんですか、スチームに行くんですか。変なもん出てますね、これ消してください。ポルシェの992GT3 カップやっていこう。もう一つのアカウントだと多分持ってんだな俺。はい、それではね、あぶね、変装するやっていこうか。場所はニュールですね。992のカップか、最新のカップか、アルファクター2ってことで。待って待って待って、ダメダメ、赤信号赤信号、よいしょ危ねえ、演奏した仕掛けた、ピットレーンリミッター、めっちゃ曲がる。あ、タイヤの感じがやっぱすごいね。まずはね、タイヤの感じ、なんだろう、ゴムで走ってる感じ、荷重かけてしっかりとね、しっかりと潰して左右のタイヤに乗るって感じ。前に乗ってから左右にこう移すみたいな、そこがね実写っぽいよね。あー止まんねちょっとブレーキングポイント違ってたっけ覚えてる、ブレーキングポイントなんか違ってたな、やばいな、だいぶ遅かった。わあ、この転がしてく感じ、わあ難しい、ちょっと突っ込みすぎたけどいやいいね、いやいい、滑り方がいいね、アイレーシングと違ってゴムっぽい。チームのあの感じはどうしても俺は慣れない。さあ北コース入って、
なんか相変わらずだよなこれ。ダブルエッシュモになっても。ちょっと硬いか足が、柔らかいか。後ろ行っちゃった。邪魔するぞ。後ろ来ちゃった。後ろ来ちゃった。行かせない。大渋滞を作ってやる。いや、いいね。ああ、吹き切ってるエンジン。ああ、わあ、なるほどね。いや、楽しい。タイヤの使い方をこう、ちゃんとサスペンションもしっかりと動いてるのが分かる。機能してるのが分かる。動いてるという。あ、待て。あ、かぶせられた。あれができるのがアルファクターだよな。追いかけるぞ。ハンドル曲がった。すごいダメージモデルもきっちりあるんだね。はい、ちょっと一回戻ろう。直った？直った。いや難しいね。すごいわ。R ファクターもうすごい。さすがにゲームじゃないなこれ。これシミュレーターだね完璧に。シミュレーターの代名詞と言ってもいいぐらいのものだからね。レッドブルが、レッドブルエフランが使ったシミュレーターがこの R ファクターの前身の R ファクター 1っていうか R ファクタープロってやつかな。会社が分かれたんだよね。でゲーム部門とシミュレーター部門に分かれて、この動きだよね。実写っぽい動き。跳ねるな、フロントが跳ねる。めっちゃ難しい。
ザモータースポーツよりちょっと曲がらないんだな。より曲がらないよね、アルファクターの方が。もう危ねえ、用がやばい、用がやばい。ギアの流れ方、いや面白いわこれ。フロントの場所、あ、なんか、ハンドル曲がってる、ハンドルちょっと曲がってるな。ポルシェ難しい、フロント荷重が。いや、すごいわ。さあちょっとねレースしていきましょう。ビリからスタート、まあいいでしょう。セーブしちゃった、ごめんなさい。さあレースやっていこう。ガソリンが重いのかな、なんか加速。じゃあね、ちょっとレースやっていきたいと思います。レースやっていくぜ。慎重に後ろから行くか。エンジン遅っ。行きます、俺の方がアクセル早く踏んでんのに。邪魔邪魔邪魔。よっしゃ、1台処理して、
離れてってしまう。慣れてないなこれ。ダメだなこれ。できるかな。さあちょっとねレースしていきたいと思います。ちょっと AI 早くしすぎたわ。前回にしても追いつかないっていう、ね、やばくない。さあそれではねレースにやっていきたいと思います。渋滞しておりますわ。こんな立ち上がりですな。ちょっと惑わされてるラインが。はいや AI 早くしすぎてるな。テイルトゥーノーズだ。あっ、なに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 、なんでなんで。はい、それではねレースやっていきたいと思います。軽くいくぞ、軽く。軽くじゃねえなこれ。やばくない？ AI 早くない？やべやべ、めっちゃ速いんだけど。スタート遅れたか俺。渋滞。行かせない。あ、いや。いやいや、いや、なんで。
ワードツーツいいね、いくぜ。 AI 早いぞ。早くない？結構ギリギリなんだけど。めっちゃタイヤ使ってるね。やべ、めっちゃ速い。曲がんねえな、僕。なんか曲げる方法あんのかな。ブレーキを。なんで？3に落ちなかった。あー、前についていけない。なんかシフトがどうして落ちないんだろう。やべやべやべ、ちょっと待って、慎重に行くぞ。うわー、滑る。うわー、コース幅がギリギリよ。蹴って、気合いで吹き切ってる。車は微妙に引っかかせるけど、前が追いつかない。ということで、はい、やってきましたけどね、いかがだったでしょうか。ここまで何回もやり直してるからね、その模様をねご覧くださいという感じになってますが、めちゃめちゃ難しいね。アルファクター久々にやると全く運転できませんでしたってことで、皆さんもねこれチャレンジしてみてはいかがでしょうか。 AI をね速くしすぎると追っかけちゃうね、どうしてもね。はい、ということでまたねこれやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。53分もやってる。